水を足します。よいしょ、このくらいかな。いいよ。はい、そしたらもうジャーしちゃいます。じゃあ、ありがとう。そしたらまた混ぜます。ちょっと短いな、交換しましょう、ね、なるべく長い方がやりやすいですよ。こんな感じで、もう本当に牛乳になっちゃいましたね。ただ牛乳になっていいのはここまでです。次からはね、もうね、もう真っ黒になっちゃうかもしれませんよ。本当にもう予想的にはもう炭は真っ黒なんで、はい、多分もう真っ黒になっちゃうと思いますよ、私の予想的には。はい、では炭を入れていきましょう。